はい、おはようございます。おはようございます。新横浜駅に行きたいんですけど、はい、今、相鉄線の海老名駅、そうですね、繋がってないですね、まだ繋がる前なんで、はい、現在の日時は2022年8月20日です。8月20日です。はい、新横行きたいんですけど、はい、まだですね、繋がってないんで。そうなんですよね。はい、ということで、繋がる前の新横の行き方を、はい、撮っていきましょう。はい、お願いします。行きます、はいはい、小田急と横浜線ですね。はい、 はい、ということで、どんぐらいかかるのかな、6分の新宿行き乗ってみようってことで、新宿行きに乗ってみましょう。うん、行こう、ソーニャンレッツラゴー、ゴー。相鉄線に別れを告げ、目指すは小田急。じゃあ6分の新宿行き、あっちに相鉄が見えますね。横浜行き、いずれは新横行きが来るんですかね、新横方面が。そうですね、現在は8月今ですね。43分ですか、乗りますね。各駅だからとはいえですよね。そんなかかんないですもんね、各駅でも。乗り換えだ、横浜県に行くぞ、行くんや。乗り換え長いからね、まずは横浜県は。JR 町田駅、こっちから行った方が困ねんじゃねえ的な道、うん、丸いを見ながら、見てモーディーズ、ツインズ。こう見るとやっぱ町田って結構ね、栄えてますね。町田駅に来ましたね。この動画では初ですね。そういや、そうですね、なんか相鉄民からすると割と近しい中の、うん、そう、近しい中のね、中山駅とかね、相鉄のくくりですもんねもはや。じゃあ新横まで乗っていきましょう。あ、横浜線だ、楽しみですね。うん、結構早いはずだよね。
時間として約40分から45分ぐらい。これが直通になるとどうなるのか、どうなるんでしょうね。今まだ繋がってないんで、こうする仕掛けはないんだ。ごめんな宇佐美、待たせて。わあ、ごめんごめん宇佐美。北口はい、到着。宇佐美はいるかな。画面画面あれだね、あれです。来ました。